トースポケバーをご覧の皆さん、こんにちは。熊娘の小牧あさみです。今週のお菓子も頑張って予想していくんで、今週もよろしくお願いいたします。私はこちらの6頭でいきたいと思います。こちらです。ハーパーにペリファーニア、リバティアイランドにライトクオンタン、コナコーストに新緑化、こちらの6頭でいきたいと思います。今週も競馬ノートを見ながら予想をお話しさせてください。私の本命はハーパーです。去年の勝ち馬のスターズオンアースも、東京のクイーンカップを使って勝っているように、今となれば最適なローテーションのはずというのと、前走の勝ち方も強く、休み明けの有力馬を逆転する要素が十分にあると見て、ハーパーを本命にしました。そして対抗はペルファーニアです。デビューから期待されていた両欠馬である、前走2走目で大外枠ながらもタイム差なしの3着に来ており、前哨戦としては価値のある走りだった。そして今回はその経験を生かし、さらなる上積みが見込めると見て、対抗はペルファーニアにしました。そして穴はリバティアイランドです。休み明けと内枠が気になる要素ではあるんですが、実力は上位であることは間違いない。そして道中うまくさばければあっさり勝っておかしくない実力馬なので、穴はリバティアイランドにしました。他ライトコンタン、コナコースト、新緑化の3頭を抑えて、今回も6頭3連複のボックスでいきたいと思います。今週も最後まで見てくださりありがとうございます。皆さんで、盛り上がっていきましょう。よかったら参考にしてみてください。熊娘の熊切あさみでした。